こんにちは、MB です。今日は GU のシューズレビューというわけで、ずらっと買ってまいりました。新作で出ている GU のレザーシューズ全5型をゲットしてまいりましたので、こちらをすべてレビューしていきたいと思います。すでに、YouTube 動画でですね、チャンキーローファーとチャンキーソールローファーとかは紹介していると思うんですけれども、今回はすでに紹介したもの以外のですね、新作5型用意してきております。リアルレザーダービーシューズ、チャンキーソールトレッキングシューズ、チャンキーソールサイドゴアブーツ、スクエアトゥーヒールブーツ、チャンキーソールレースアップブーツということで、この5型ですね、最後までぜひご覧になってみてください。その前に、私毎週日曜日の夜9時から、MB アイテム、自分のブランドの新作を必ず日曜9時から発売しております。よかったら概要欄の方、 MB アイテムストアのリンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。世界最高峰の素材をなるべく安くということでやらせていただいております。服好きの人が見たら、なんでこの値段でやれるのというアイテムばかりだと思います。ぜひよかったらチェックしてみてください。さあ、それでは本編いきましょう。まずはどっから行こうかな。リアルレザーダービーシューズ4,990円、こちらから行きましょうか。まあこれも本当に、解説の必要がないぐらい GU のスーパー定番モデルになっているかと思います。実はですね、よく見てもらえばわかると思うんですけど、 GU リアルレザーのシリーズっていうのがかなり減ってきています。今回紹介するものもこのダービーシューズ以外全て合皮になっております。何度も言う通りなんですけど、ただ合皮とリアルレザーの差がどれだけあるかって言われると、まあ正直そんなにないんだよなっていう感じではあるんですよね。もちろん値段を出せばね、レザーっていうのはいいものたくさんあるんですけれども、まあ正直これ4,990円じゃないですか。4,990円のシューズと、まあこの辺にあるの3000円とか2000円ぐらいの、3900円とか2900円とかのレザーなんですけれども、例えばこれとか合皮ですけれども、まあ正直言ってですね、価格の差がそこまでない以上、リアルレザーだろうと合皮だろうとそこまで変わらないんですよね。価格って結構正直なもんでね。なのでどうなんでしょうね。リアルレザーと合皮の違いっていうのは、まあいくつかもちろんあって、リアルレザーの方がまず履き心地的なものでは、リアルレザーの方は基本的にはいいはずです。というのも、まあだんだん伸びてきてフィットしてきてくれるっていうのがあるので、まあ基本的にはリアルレザーの方が最終的な履き心地っていう意味では良くなるはずです。とあと履き込んだ時のシワの入り方っていうのが比較的リアルレザーの方が綺麗に出るんですけれども、まあ、こんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、 GU さんのリアルレザーっていうのは、まあ正直その4,990円なんで、4,990円の靴に使えるレザーっていうのは、まあたかが知れてるといえば正直たかが知れてるんですよ。これがすげえいいレザーかって言われると、そんなこと全然ないので、表面にすごくお化粧をしてるレザーになってますから、まあ合皮と比べてもそんなに変わらないんじゃないかなと僕は正直思います。シワの入り方も、まあ、正直そこまで変わるかって言われると、そんなに違いない気がするけどなとは思いますね。結局まあ安いレザーで表面すごくこう加工してあるので、まあ、雨降っても正直浸透しにくいですし、まあその分栄養剤とかね、光沢出るケアとかしても、まあ、そこまで極端にこう変わらないので、まあ、ケアもそこまで頑張ってしなくてもいいし、まあ雨降ってもそこまで気にしなくてもいい。ただまあカビは生えちゃうので、まあ、湿気ってると良くないと思いますけど、まあ、あと履き心地が伸びてくるから良くなるっていうぐらいで、正直そんなに変わんないけどなって感じはします。だってまあこれ見てもう合皮のレベルの方も上がってるので、これ見て合皮か本革か当ててくださいって言われても、まあ、このぐらいのクオリティのリアルレザーだったらもう分かんないんですよ。どっちにしてもまあお化粧きれいにしてあるから、まあ、リアルレザーも合皮みたいな風合いになってるし、まあ、これを持って、いや僕は合皮じゃダメなんで、リアルレザーじゃないとダメなんで、 GU もリアルレザーしか買いませんって言ってる人は、はっきり言って何も分かってない人だと僕は思ってます。まあ、リアルレザーと合皮の違いなんて、このぐらいのプライスだと全然違いがないので、そんなことにとらわれなくても正直いいんじゃないかなとは思います。まあ履き心地っていうところの意味において確かに違いは出るので、まあその辺を気にされる人っていうのはもちろんリアルレザーの方がいいと思うんですけど、リアルレザーだからいいという幻想もそろそろ捨てた方がいいんじゃないのかなというふうに思います。まあもちろんいいレザーはすごくかっこいいんですけれども、まあ、このぐらいのプライスレンジだと、まあどうしても合皮とそんなに変わらないものになってしまうのではないかなとは思いますね。まあそういうところはあります。で、一応ですね、合皮とリアルレザーの違いとして一つあるんですけれども、合皮に関してはですね、まあ、伸びにくさを想定してるからか、裏側にクッション材入れてあるのがほとんどです。これも入ってるし、これも入って
ってる、これも入ってるし、これも入ってますね。全商品入ってますね。合皮に関しては内側にクッション材を薄く入れてあるので、芯材入れてあるので履き心地がかなり柔らかくていいと思います。なので、まあ、合皮になるとどうしても伸びにくいから履き心地が悪くなりますよと。でリアルレザーだと履き心地がいいですよっていうのが、まあ、一般的な考え方だと思うんですけれども、ただ GU の合皮に関してはこの辺もちゃんと考えてケアしてくれているので、履き心地に関しても、まあ、そこまで違和感は合皮においてもないとは思います。まあ、合皮だとね、どうしてもその馴染みにくい分、その靴ずれが起こりやすかったりもするんですけど、まあクッション材入ってるしそこまで気にならないんじゃないかなと思います。まあ、この辺やっぱりよく考えられてますね。じゃあなんでリアルレザーでこのダービーシューズだけやるのかっていうと、外バネでワークシューズのデザインなんですけど、一応フォーマルでも使いやすいんですよ。まあ、外バネだけどプレーン2だけど、まあ、細身でヒールもあるしシンプルだし、まあ、別にスーツで使っても全然問題ないっていうところで、そうなるとどうせ長く使うものだしビジネススーツとかでも使うんだから、リアルレザーの方がどちらかというといいでしょうっていうところなのかな、まあ、大人向けにっていうところなのかなというふうに思っています。まあ、もちろんね、あのプライベートでも普通に普段着とかでも全然使えるアイテムなので幅広く活用できるとは思うんですけど、まあ、これだけなのでリアルレザーになってるっていう感じですね。続いていきましょう。チャンキーソールトレッキングシューズ2990円、チャンキーソールトレッキング、これですね、これ以前もトレッキングシューズやってたんですけど好評だったんですかね、今回もまたやってます。これ前リアルレザーじゃなかったっけ、確か俺の勘違いかな、リアルレザーだった気がするんですけど、これフェイクレザーに今回はなっています。といっても風合いは全然変わらないです。これ内側にさっきも言った通りだけどクッション材入れてあるので、この履き口のところにもスニーカーみたいにクッション材が入ってるので、通常革靴ってこういうところにあんまりクッション材入れないんですけれども、スニーカーだとね入れますけど、なので着用感としては本当にスニーカーに近いです。むちゃくちゃ履き心地良くて柔らかくて靴ずれもしにくい構造になってます。まあ、デザイン的にもちょっとスニーカーにフォルムが近いので、まあ、スニーカーはいいんだけど、まあ、秋冬なんで少し革靴に挑戦してみたいなという、革靴初心者というかスニーカー好きな人が次に革靴に行くステップアップとしてこれを選ぶのはめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうに思います。このトレッキングデザインもですね、いわゆるスニーカーのちょっとこう紐のデザインみたいな、ちょっとこうデコラティブな感じがしますし、まあ、革靴のねこういうフォーマルな革靴とかだとそういうちょっとねデザインってあんまり入ってないですから、まあ、このデザイン感とかもおそらくそういうカジュアルウェアが好きな方だったら反応しやすいんじゃないのかなっていうところで作ってんのかなって感じがしますね。まあ、全体的なフォルム見て本当にスニーカーライクなので、まあ、スニーカー飽きたでしょう、そろそろもういい加減スニーカーブーム過ぎ去ってるからそろそろ革靴どうですかっていうところの提案で、値段も安いし、まあ、これまずいかがですかという感じなのかもしれません。トーの部分も結構ボリュームがありますし、ソールもね割と高めなのでワイドパンツと合わせやすいんですけど、ただ GU さすがだなって思うのが意外とフォルムは細いんですよ。見た目の印象的に結構ボリューミーかなと思いつつ、意外と幅はそんなに作ってないので、まあ、スリムパンツだったりとかテーパードのパンツだったりとかに合わせてもそんなに違和感が出ないので、まあ、着用するときにコーディネート考えなきゃいけないっていうほどではない。全然いろんなパンツのシルエットに対応できるので、なんだかんだデザインが入っててボリューム感があっても使いやすく仕上げてくれるっていうのが、まあ、GU さんさすがだなっていうところですね。でソールヒールに関してはですね、結構分厚くなっていて、これ何センチだろう、5センチはあると思いますね。5センチぐらいは身長漏れると思いますので、結構こう身長グッと高くなるので、まあ、その辺もいいところかなというふうに思います。デザイン的にもこの手のトレッキングシューズのデザインでここまで安いものっておそらく市場にほぼ存在しないと思います。まあ、あったとしてもクソダサいやつばっかりだと思うので、 GU みたいにモダンに仕上げてくれて、この辺もちゃんとメタルパーツ使ってるし、なんか雰囲気しっかり高見えする、ブランド見えするのにここまで安いっていうのはむちゃくちゃおすすめできる。でなおかつまあこういうのってね、別にリアルレザーじゃなくてもいいと思うので、すごく今このぐらいのねレザーのクオリティだったらすごくいいんじゃないかなというふうに思います。続いてチャンキーソールサイドゴアブーツ3990円、こちらです。シャークソールのモデルに今回なってますね。シャークソールってこうギザギザしてるサメの歯みたいなデザインのことシャークソールって言いますけど、シャークソールデザインになっていてですね、これが細かいことにこうグッドイヤーっぽいステッチが、小刃にステッチがついてるんですね。もちろんこれフェイクなんですけれども、このステッチで、まあ、ミッドソールとねアウトソール縫い合わせてるみたいなことは全然してないんですけれども、フェイクでこうステッチが入ってるんですけど、一見するともう本当に高級感のあるブーツっていう感じ。元ネタは多分プラダとかあの辺だと思う、ボッテガとかプラダとかその辺だと思うんですけれども、非常にその凝ったデザインになっていてですね、あんまり安っぽさを感じないのがいいところかなというふうに思います。このサイドゴアのこのメッシュパーツの部分とかもですね、伸縮性は結構あるんだけどキックバック性も高いので、伸びたら伸びっぱなしみたいなことも特にないです。この辺意外とサイドゴアって難しくて、キックバック性が低
い生地とか使っちゃうと本当こうぐーんと伸びちゃって、なんかこの筒の部分が太くなってダッサくなっちゃうみたいなことはよく起こりますけど、まあ、もちろんここのパーツだけね交換とかも一応できるんですよ。できるんですけど、まあ基本やんないよね。まあだからこういう耐久性が高くてキックバック性が高いものって求められると思うんですけど、その辺のね素材の選定もさすが GU だなというふうに思います。全体的なフォルムもですね、先ほどと同じようにボリューム感はあるんだけど意外と細くなってるっていうのが特徴ですね。この辺の甲の低さだったりとかも綺麗に作っているので、なんかボリューム感はあるんだけどスマートに決まるっていうのが非常にいい表現なんじゃないかなというふうに思います。ソールも分厚くなっているので身長も盛れるし、まあ、ワイドパンツからスリムなパンツまでスタンダードにカバーできるというところ、まあ、ただフォーマルには全く使えないので、フォーマルだったりとか細身のスーツとかと合わせると明らかに浮いてしまうので、その辺は注意って感じですね。アンクルパンツのトレンドがまた再びやってきているので、アンクルパンツとかに合わせてちょっとこのぐらいの丈でねブーツを強調して合わせるような着こなしにしてもかっこいいんじゃないかなというふうに思います。素材感もね合皮なんだけどしっかりしてます。なんか光沢感もあってですね、本当はこう遠目に見たらボッテガかなって思えるぐらい綺麗な仕上がりになってますから、このサイドガンのメッシュパーツとかも普通のメッシュよりもちょっとね目が詰まったような生地になっていて、なんかボッテガ感ちょっとあるんですよね。これすごくおすすめでございます。続いてスクエアトゥーヒールブーツプラス E 3990円、こちらでございます。こちらはですね逆にセリーヌみたいな雰囲気になっていますけれども、ヒールがかなり高くておそらく7センチぐらい漏れてるんじゃないかなというふうに思います。結構ボディコンシャスなスッと綺麗な細身のシルエットになっているし、トーの部分がですねちょっと四角になっていてスクエアトゥーのデザインになっています。スクエアトゥーっていろんな形があるけどグッと真四角っていうよりは、これはプレーンな形に最後だけちょこっと四角にしてやるっていうぐらいなので、非常に自然にフォルムも非常に綺麗になっていますね。これリアルレザーじゃなくてフェイクっていうのもまたちょっと珍しいかなというふうに思います。フェイクレザーって基本伸びにくいのでフィット感のあるデザインってなかなか作りにくいんですけど、これはフェイクでフィット感のあるデザインに見せてますので結構レアなアイテムじゃないかなというふうに思います。まあ細身なんだけど実は足入れると結構ゆとりがあるというか、幅が実はそこまで太くないんですけど、こう綺麗なねフォルムになっていて、あんまりその幅の太さっていうのが感じられなくなっているのが、まあいい作りだなというふうに思います。ステッチもですねほとんど見せないような始末になっていて、今までのワークディティールのシューズとかと比べると全然こうフォーマル感が全く違いますね。これは細身のスラックスとかフォーマルのスーツとかに使っても全然違和感がないです。これ対照的ですね、さっきのサイドゴアのブーツと。さっきのサイドゴアのブーツはソールが厚くてシャークソールで頭部分も太くてっていうカジュアルな印象になってる反面、こっちはヒールだけが高くてソールは低い、なのでパッと見た感じはボリュームの印象が全然ない。さらにフォルムも細くてですねすっきりした仕様になってるのでスーツでも使えますよ、フォーマルスーツでも使えますよっていう感じ、まあ、この辺一見すると似たようなアイテムに見えるとは思うんですけど全然印象違うので、この辺合わせ間違えないようにしてみてください。個人的には今回紹介した中でこれ一番好きかもな。フォルムすごく綺麗だし安っぽくないですし、これもエセグッドイヤーみたいなデザインで小刃になんかステッチっぽいデザインが入ってるので、この辺もなんかこう安っぽくなくていいなというふうに思います。ソールもですね、まあ、なんか変なソール使ってるんですよね。こうなんかギザギザのパターンがなんかこう組み合わさってるみたいな、なんかこれ変なソールだな使ってるんですけど、まあ、滑りにくくていいんじゃないですかね。はい、という感じでございます。最後ですね、最後チャンキーソールレースアップブーツプラス E 3990円でございます。こんな感じ、まあ、コンバットブーツが元ネタだと思いますけれども、コンバットブーツレースアップですね、紐靴になっているんですけれども、サイドにこうジップがついていて脱着しやすい印象になってます。ジップがついてるので、まあ、本当紐わざわざ取る必要がなくてですね、履くときはこのジップを開けて履くっていうだけなので、レースアップってすごくめんどくさいよねと思う人でも便利だと思います。ただまあこれには一言物申したいんですけど、どうしてもですねレースアップにジップをつけると安っぽいです。正直やっぱりガチのブーツってあまりこうレースアップでジップっておかしいじゃないですか。話がもう話おかしいでしょ。だっていや だったらジップだけでいいじゃんとか、だったらレースアップでいいじゃんって話になるわけで、ガチのブーツでどっちもついてますってあんまないじゃないですか。だからまあ履き心地考えないと売れない量販店の発想になっちゃうので、どうしても安っぽく見えちゃうんですよね。まあ履きにくいかもしんないけど、レースアップだけの方が説得力あるよねって思うのが普通だし、どのデザイナーもそんなことは絶対知ってます。 GU ももちろん知ってる。ジップがない方がかっこいいってわかるんだけど、ただそれだけにすると履き心地が悪いとか脱着しにくいってクレーム書かれるので、まあ、しょうがなくジップつけてるんだと思うんですけれども、偉いなと思うのがジップがちゃんとね同色で仕上げていて、引き手もですねこのジップの虫の部分とかも全て黒に仕上げているので、パッと見はジップがついてないような印象になってるので、この辺スマートに仕上げていて、まあこのさすがだなというふうに感心しております。デザイン的には正直今回紹介した中で一番好きじゃないです。まあ、やっぱり安っぽいですね。レースアップのブーツってやっぱりそのポイントいっぱいありすぎ
ぎてこのぐらいの値段で作るには無理があるんじゃないかなと思うんですよ。まず紐、安っぽい、非常に安っぽいですね。丸紐のちょっと毛羽立ってるような紐で、まあなんか本当安いブランドが作ってんなって感じがします。全体のフォルムもですね、やっぱ合皮の限界なのか、ちょっと甲が高すぎてなんかいまいちこうずんぐりしてるようなデザインになっています。履き口のこの部分とかも結構太めになってるので、なんかあんまりこうスマートには見えないですね。スマートに見せないなら見せないでいいんですけど、かといってごついわけでもないので、非常に中途半端な印象になっちゃってるなというふうに僕は思います。ソールもチャンキーソールで持ってはいるんですけれども、まあやっぱりソールも少し安っぽいので、なかなかねこの重厚なレースアップっていうのを表現するにはどうしても価格が足りない。素材もパーツも資材もなかなかこうこの値段じゃ集められないと思うので、3990円にしてはよくやってる方だとは思うんですけど、まあどうにもやっぱり服好きが選ぶようなアイテムではないと思いますね。まあ、デザインが入っちゃってるので、どうしても素材の悪さとか仕様の安っぽさっていうのが目立っちゃうんですよね。何にもないデザインっていうのは基本的にごまかせるんですよ。何にもないから、ね、凹凸も何もないからよくわかんないじゃないですか、高いか安いかが。でもこういうのだと、まあ、いろんなところにディティールパーツが入っちゃってるから、その分目が行きやすいので、細かいところまで、ね、気がついちゃうんですよね。明らかに値段高くないなっていうのがバレちゃうので、 GU のブーツとしては個人的にはなしですね。買わなくていいんじゃないかなと正直思っちゃいます。まあもちろんレースアップのブーツがどうしても欲しい、でも値段出せないという方が3990円で売られてるのは非常にいいことだとは思うんですけれども、それにしてももうちょっとうまく作れるんじゃないかなと思う。せめてシューレースですね、紐なんとかできなかったかなと、ちょっとなんかなんでこんな安っぽいシューレースにすんのかなとはちょっと思いますけどね。この機能感のないものとか選んでくれるとまだいいのになとか思っちゃうんですけど、どうなんですかね。はい、というわけで今回は GU のシューズについて解説していきました。個人的におすすめはやっぱりこれかな。ヒールのブーツがすごくやっぱかっこいいと思いまして、トレンドでもありますからね、ぜひチェックしてみてください。私メンバーシップやっております。メンバーシップは概要欄の方から行けますので、メンバーになるボタンで行けます。かなりディープな話展開してますので、よろしければぜひ登録してみてください。またこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録もお忘れなく。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。